こんにちは。こんにちは。オーシャン東京原宿西谷代表チームアシスタント根澤です。オーシャン東京大平チームアシスタントの土屋匠です。お願いします。お願いします。はい、前回の土屋根澤コラボに続き第2弾よ。今度は逆バージョンですね。逆バージョンですね。今回僕はあの土屋くんを PD セットでいきたいと思います。タオルドライセットですくだらね。まあ今このタオルドライが終わった状態なんですけど、はい、まあ、タオルドライで大事にしてほしいのはまず根元の水分をめちゃめちゃ取ってください。見てくだされば根元の水分が取れて毛先に少し残ってるぐらいがいいんですけど、でも注意してほしいのが前髪です。前髪に水分残りすぎてるとカオスなんで、前髪はわりかし水分取っちゃって大丈夫です。パッカーになりますね。てな感じでね、 TD セットやっていきますよ。お願いします。なんだかんだでやっていきます。はい、ちょっとね、使うのがですね、おお、なんだなんだ、一緒のドゥードゥー、クレイとシャインオーバーですね。いいですね。もう一応まあ全然割合ですね。さあさあさあ、おなじみ3対1ですね。おー、まあ、1対1見えますね、これは3対1です。ちなみに僕の髪黒なんですけど、あの過去にあのブリーチ履歴とかあの黒染め履歴とかが結構あるので、ネメゾイ君と同じ割合でやってます。まああのクレイが多すぎると多分こうガサガサになっちゃう。はい、わりかしこうシャインオーバー多めで、僕や土屋君だと大丈夫なんですけど、まあそんなにダメージしてなかったりちょっと直毛だなって人とかはまあクレイでやってもいいかなと思います、はい、健康ものからまずクレイでいっちゃってください、はい、まあ、よく手で混ぜていただいて、でまあもうおー TD はもうあっという間です。あっという間ですよ。揉みます、まあ、大好きな、みんな大好きな揉みます。でこの時に大事なのがこの根元付近の近くで揉んでしまって潰してしまうんではなくて、ちょっと上にこう 手についてるバックで髪を持ち上げてくるっていうんですかね、なんていうかこう鶏みたいになっちゃって、まあ、くっつければ、あーおでこが広い、おでこが出ちゃう、おでこが広いな、出ちゃうけど出すしかないんだ、します。おでこが広いな、もう大事なのこの前髪ですね。前髪の毛先すごいすごい、なんだろう、いきます。ハンターハンターのあのゴンが、ゴンが急成長してあの髪型みたいですね。で足りないんで足しますね。はい、割合は一緒です。はい、もうひたすらもうここは揉むだけなんですね。死ぬほど揉んでください。で僕の好きな揉み方こそこの揉み、ないで特にこうなんかひっくり返す揉みがちょっと僕なりのポイントです。はい、あとはあれですよね、あのセットする前にある程度想像しな、なんか自分の中で頭の中で形決めてセットしないと、そうですね、あの作る途中であの迷走してしまうっていう、あの TD セットは基本的になんかもう理論とかあんまないって思ってし、まあどうなんですかね。僕は結構タオルドライとかボクシーとかあとクシャットは結構感覚で作っちゃうタイプ。揉んで振ってを繰り返してるうちに、なんかここだなって思ったタイミングでやめるぐらいが、ちょうどいいですね。ちょうどいいんだなっていうのが僕はずっと思ってるんで、ひたすら揉みながら探します、好きなタイミングを。一生見つからない人は一生見つからない人は2時間半ぐらい揉んでください。はい2時間半、2時間半揉んでくれれば多分見つかります。最悪。はい、であのポイントなんですけど、僕的には前髪ですね。前髪だけ分かりやすくしたいんで、ちょっと8インチでやっちゃうんですけど、はい、この、まあ、タオルドライ怖いよっていう、ちょっとぐちゃぐちゃすぎて怖いでっていう人は、流したい方向、いつもどっちに流しますか、流すときは。僕結構どっちも流れちゃうんですけど、基本左です。左。じゃあこう左。もう前髪だけ、もうこの、今ビンビンに曲がる状態なんですね。あの、タオルドライでワックスがついてるので。なので、こういう風に、もう前髪怖い人は、もう前髪は、もうあらかじめ、前髪の一線分、もんでもんでも
ってねじって揉んでねじってを繰り返してこういう風にちょっと曲げちゃいます、はい、そしたらその上に来る毛たちはちょっと逆向きに曲げてあげてるとかっこいいです。ぐちゃぐちゃか倍増ネメポイントネメズ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 ポイントの場合はあのオリーブオイルじゃないで安心してください。ビタビタにはなりません。でこういう風に重ねるだけで怖かった前髪さんはいつも通り流してあげて上にこう逆向きが重なることによってまああくまでぐちゃぐちゃ作り込んでないですよアピールができると思うのでやっていきます。でマッターも投げて適当にマッターさせて適当にって言っちゃいましたねとうとうまあニュアンスとうとうまあ感覚ですね適当にって言っちゃったんですけどまあいい意味の適当ですね、はい、いい意味の適当なんでまあこういう風にちょっと自分でシルエット整えながらで、おもながだったり、ちょっと横がバランスがいいよって人はもう横にこういう風にちょっと広げてあげて、はい、で逆にこう、まあ、僕みたいな輪郭ですねちょっと四角っぽいのベースとかだとちょっとトップ出してあげたりした方がまとまるっていうかこうなんか全体的な見栄えとしていいかなって。でトッチーの場合はあんまりトップは出しすぎない方がそうですね、トップ出しすぎちゃうとトップ出しすぎちゃうとどんぐりボーイみたいになっちゃうね。あんまりトップは出さない。あとはまあ、ここでは言えないやらしい輪郭になってしまいます。よくコメントで来ちゃいますね。はい、うんうん僕は泣いています。よく心の中で不人がと思ったっていう。やめてください。登場と同時に寝落ちで危ないちょっとね、やっぱそういうコメント来るとねやっぱ悲しいんでねやっぱなりかけないんでね、まあ、せめて、ね、せめてほぼ言ってせめてどんぐりやっぱりまあそんなこんな言ってるうちにね、まあギュンギュンにね、こうパーマ感っていうんですかね、タオルドライ特有のこのもう、まあ、ね、またわけわかんないとか言っちゃうもうぐちゃぐちゃな感じになってくる。まあ夏なんでね、ツヤ感も出しまくって、ちょっとこう束と束の間がこう透ける感じとかも、はい、夏でしたらやっぱすごいおすすめなんで、もう本当にもう揉みしらいてはほぐしてを繰り返して、なんだろうね、お互いにこう髪と心が開き合うっていうのが、まあ、あれと一緒ですね。よし、なんですか。あ、料理あ、料理、あ、料理食材との心の開きが大事なんで、ね、料理と一緒ですね。下味つけてよく揉んで、こうあとポイントがあって、まあ僕があくまで好きな僕が好きっていうのもあるんですけど、はい、僕ここにすごいボリュームを出すのが好きです。あー、僕もそれ真ん中のライン好きですね。特にここになんか謎の外跳ねとかこうそうすることで横から見た時ここにボリュームが出るんでちょっとかっこいいです。はい、後で横からも見せたいと思う。その時にこう体感してほしいです。この横に置く謎の暴れを、はい、気づいたらできちゃいましたね。ぶっちゃけね、今でも時間かけすぎなんでね、正直こんなペラ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 喋ってどうして鏡の前で怖いですからね。お母さんとかにね、まあ、どうしたのかな、うちの子はってなっちゃうかもしれないんで、まあ、自分でやる時は黙ってしらっと飲み込んでもらえないから、はい、まあ、それで完成しんで大丈夫です。しらし方とかも、まあ、人にやる場合はやっぱ優しめにやるんですけど、そうそうそう、自分でやる時はまあ痛いのとか分かると思うので、もうそうそうそう、ガシガシやって、まあ、なんせね、こう楽で暑くないとやっぱ夏だし、はい、あとやっぱそうツヤのワックス使うときに結構皆さんあのベタベタするんじゃないかとか思う人多いかもしれないですけど、実際に根元についてなきゃ全然ベタベタ感ないです。今もそのネメザクにつけられたんですけど、まあ、つけられたんですけど国会しか生まないよそれは。ネワックスあのでしっかりあのつけていただいて、まあ、セットしてもらったんですけど全然ベタベタ感とかもなくて水やりまとめてきていただいたら畳みかけるようにね、畳みかけるようにバー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 ってね、はい、まあ、これはねやっぱね根元ついてね毛穴の上でも皮膚呼吸できないんじゃないかって不安がね余裕と思うので、はい、まあ、根元を外してあげてください。はい、個人的にでも苦手な人と思う、ね、あなたもう大丈夫今こうやったよ最後出品ぐらい、ね、すごいよ気持ちいい出品やったらすごいよ。もうであの最後ねこう手に余ったこのワックスちゃんちょっと刈り上げ軽くつけてお見せたらいいんじゃないですか。ここポイントスポットこう刈り上げ、そうですよね、こうはつけ忘れ多いんですよねこれ、はい、別につけなくてもいいっちゃいいんですよ。ただつけといてあげた方が上キラキラしてるのにここなんかすごいねサワサワだねみたいな、はい、
質感の差ってやつですね。統一してください。統一しましょう。ちょっと触ってあげてください。統一ですよ。この時もこんなのとこですかね。おー、いいね。写真キリちゃんと動かしてた。確かに、確かに確かにね。キリいつもなんかいや、あとちなみにで、こんな感じですよ。寄ってもらいましょう、ちょっとデデー、おー、バレとるね。もうファーマかけた風ですね。もういいですね。エロさって感じです。夏の平成最後の夏、エロさって感じです。あいい、はい、ハッシュタグ、はい、最近平成最後の夏にハマってます。確かに。で、一周回してみましょう、手動で、はい、あ、手動、はい、回します。この時ですね、横、さっき言ったここですね。ちょっとボリューム出してあげてるとかっこいいよって話です。まあ、後ろは刈り上げてある方とかはもうシュッとまとめてあげて、つむじまりふわっとしてボリューム出してあげます。はい、逆も一緒ですね。まあ、どの方向から見たらまあボリューム感が均一だったり、この動いてる感が出てる方がかっこいいよって話です。最後正面を整えます。こんな感じでぐちゃぐちゃです。はい、ちょっとプードルみたいな感じですね。かわいい、うん、これで夏の海もモテモテだ。海はそこ崩れるの、あんまかかってないからやめた方がいいと思います。こんな感じでいかがですかね。はい、まあ、またね、まあ、ネメダーとツヤの、まあ、ツイッター、インスタ等も、もし、はい、この動画見て、あ、なんかこの人たち面白そうだな、面白いなと思った方はね、ぜひぜひぜひちょっとインスタの方、はい、お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。